こんにちは、クリッカーセリカです。世界的に人気のカテゴリーとなっているのが SUV です。今までは SUV には参入していなかったブランドも次々に SUV を製造してきています。ジャガーではすでに F ペースという SUV を導入していますが、第2弾として E ペースを追加しました。ジャガーの中では小さなモデルということで、ベイビージャガーという愛称が与えられましたが、その全幅は1900ミリとかなり格好のいい赤ちゃんです。ちなみに全長は4410ミリ、全高は1650ミリとなります。運転席からの視界はバッと開けていて、気持ちのいい風景が広がります。 A ピラーはかなり太いのですが、形状が工夫されているのでその太さが気になりません。エンジンは2リットルのディーゼルとガソリン、ディーゼルは180馬力430ニュートンメートルのスペック、ガソリンは P250 が249馬力365ニュートンメートル、P300 が300馬力400ニュートンメートルのスペックとなります。試乗車は249馬力の P250 でした。ミッションは急速で、駆動方式は 4WD です。アクセルを踏んでいくとかなり勢いよく加速します。最近の車としてはちょっと扱いにくい荒々しさも感じます。走行モードが変更できるジャガードライブコントロールは、コンフォート、エコ、ダイナミック、雨氷雪の4つのモードが変更可能です。この荒々しさを抑えるにはエコを選んだ方がいいでしょう。また加速中にアクセルペダルを緩めてもすぐに減速モードには入らず、ススッと前に進んでしまうのが気になりました。ハンドリングはなかなかシャープで、機敏にコーナーを抜けていくことができます。アクセルフィールとは異なり、荒々しさを感じることはない適度なシャープ感です。ステアリング操作に対するボディの動きは正確で、安心して車を走らせることができます。乗り心地はちょっと硬めです。特にタイヤが路面に当たる感触がそのまま伝わってきてしまうような印象でした。これは特に後席に乗っている時に多く感じたのですが、速度を上げていくとその感触が薄れてきます。ヨーロッパ車にありがちな感覚ですが、日本の一般的な走行ペースにはちょっとマッチしない感じがしました。ジャガーはプレミアムブランドとして確固たる地位を築いていますが、そのイメージが販売にブレーキをかける原因にもなっているといいます。 E ペースにベイビージャガーの愛称をつけたのも、そうしたイメージを払拭したいという思いが込められています。しかし車そのものは十分にプレミアムの要件を満たすものでした。